寒くねえか。そうだな。次の春か。なあ、さっきの話、今ふと思ったんだけどさ、千姫は羅刹が力を使い切れば灰になるって言ってたけど、それにしては三男さんの体に異常がないと思わないか？それはどうかわかんねえけど、実際吸血衝動の方は起きて…そうすれば…なんとかってやつか…近藤さんには悪いが、今回はおそらく負け戦だ。落ち着けって。土方さんがそう言うってことは、そんだけ正気が薄い根拠があんだろう。ああ、近藤さんは鳥羽伏見の負け戦を経験してねえ。銃がいかに強くとも、接近戦に入れば勝機はあると考えてるが。近藤さんが勝てそうにないからで引く人じゃねえってお前も分かってんだろ。今回俺は被害を減らすことに努めるから、留守番のお前らに敗戦後の再起の下準備をしてもらいたい。松本先生と協力してありったけの銃と弾丸を集めておけ。負けると分かってる戦に連れ出して何の意味があるんだよ。いいから豚所にいろ。ああ、豚所も安全とは言い切れねえな。って、俺も残った大使もいるのに豚所の中も危険って。土方さんひでえな。別に平助の力を疑ってんじゃねえんだ。最近江戸市中で辻斬りが出てるって話を聞いたことがあるか。
現場を見てきたが、ひでえもんだった。仏さんは形がわからねえぐらいめったにりときた。今日にいた頃の話だが、同じような殺し方を聞いたことはねえか。ひょっとして三男さんの。ああ、ムカつくぐらいよく似てやがる。そこまでは言ってねえだろ。だが、最悪の事態は常に想定しておくべきだ。今話したことは三男さんには絶対言うな。それと平助、お前は俺の留守中、三男さんの見張って、ついでにこいつのお守りもしとけ。了解。静かに。そうじゃねえって、逆だよ。静かすぎるんだ。あれほど土方さんが三男さんに気をつけろっつってたのに。そうだな、とにかく今は一刻も早く見つけねえと。ふん、無駄な手間。お前、風間。それはこちらのセリフだ。
余計な仕事を増やしてくれるな、新選組。町中にまがいものを放つなど、一体何のつもりだ。確かにお前の言う通り、この辻斬りはうちの羅刹隊の大使だよ。だけど、どういうことだ。こいつらが人を斬って回ったのはお前たちの指示ではないのか。ちげえよ。こいつらを動かしてんのは羅刹隊を束ねてる人だ。どうも局長たちの留守に勝手な行動してるらしい。呆れたな。所詮は田舎侍の集まり、まともに大使の手綱も取れんのか。おい、そのまがい物を集めて越に行っている小山の大将とやらのいそうな場所を言え。何のつもりだよ。まさか手伝うとか言い出すんじゃねえよな。貴様らの尻拭いをする気はないが、元を絶たねば俺も今日のように薩摩に延々と辻斬り退治を命じられかねん。それに何より、こいつらのようなまがい者の調量を許すほど俺は寛大ではない。見つかんねえな。羅刹隊はそれなりの人数がいるし目立つと思うんだけどな。お前らの探し方が悪いんじゃないのか。俺なら一人で探した方が効率的だったな。お前な、勝手についてきといてその言い草ねえだろ。なぜ鬼の姫がまがい者と一緒にいる。無理やりにでも飲んでいただきましょう。何するの？あなた、自分のしてること分かってる？これはこれは、珍しい客も合わせてお揃いでわざわざ見届けに来てくれたのですか。彼女が羅刹となる様を。さなさ、まさか落ち水を飲ませたのか。この私がいればそんなものはもう不要なんですよ。私の血を与えさえすれば人は羅刹と化し私に従うのですから。私はもはやただの羅刹ではありません。人の善悪にとらわれずに血を求め続けた結果進化した存在、選ばれた羅刹なんですよ。
知れたこと。彼女には北の地に築く我ら羅刹の国の名手になってもらいます。鬼が我ら羅刹の地に屈服した、その象徴を世の鬼に知らしめるためにも。ざれ言は、ざれ言はそこまでか。まがいものが、まがいものごときが純潔の鬼を手にかけただと。それだけで身が切れそうな殺気ですね。このままでは殺されてしまいそうです。ならば羅刹の姫、あなたに働いてもらいましょうか。奴らを殺しなさい。誰か、あんたなんかの命令。まだ意識があるとは。これはしもべに死骸があるというものです。さすが鬼の姫は一味も二味も違うようです。あっさりと従ってくれたこいつらとはね。連中か。どうも鬼の姫君に羅刹の白むくをまとってもらうにはしばしの時間が必要そうだ。お色直しに少々時間をいただきましょう。逃げる気か！くそ、お前ら邪魔すんな！無駄ですよ、無駄。今の彼らは血に酔っているのではなく私に酔っているのですから、話など通じませんよ。その笑いが目障りだ。雑魚が何匹いようと全て切ればいいだけだ。貴様の喉笛にこの刃を突き立ててくれる。できるものならね。では楽しみに待っていますよ。羅刹の国で。くっそ、雑魚どもが。お前も下手に動くな。若い者ごときがよくもこの俺を出し抜いてくれたな。北の地に国を築くって漏らしてたな。三男さん、一体何を考えてんだよ。